ルダシロンスカはカトビツェの近くにあるポーランド南部シロンスク県の都市。人口は約13万人。シレジア高地にあり、オーデル川の支流であるクードニツァ川が流れる。1999年によりシロンスク県に属する。以前はカトビツェ県に属していた。ルダシロンスカは270万人のカトビツェ都市県の都市の一つである。 ルダシロンスカは次の地区に分けられている。ルダシロンスカの通り大きな村が1243年には今日の町の中心の位置に存在したことが分かっている。この地区は19世紀から20世紀初頭にかけて急な工業化を経験した。しかしながら、ルダシロンスカが行政的に結合した時、1950年代までの村と産業の居留地の一群のままだった。 決して本当に統一した都市に発展していない。1989年の共産主義の崩壊の後、重要な重工業は大規模に減じられたり、再編成された。この地区はサービスが基盤の経済に変わりつつある。有名なまだ創業している炭鉱は、ハレンバ炭鉱である。2007年から、ルダシロンスカは、ポーランド最大の大都市圏である上、 シレジア都市圏連合の一員となっている。重要な道路はアウトバーン A4 や DTS がある。また、いくつかの小さな駅があるが、ほとんどはカトビツェ、グリビツェ線の駅である。1950年からルダシロンスカは通信設備の敷地であり、1950年から1988年まで中周波のラジオ放送で使っていた。 隣の都市のカトビツエやグリブツェは大きな学問の中心地である。ルダシロンスカは高等商業学校の中心地である。ルダシロンスカはレフバウエンサが訪れなかったポーランドで一番大きな人口の中心地である。ありがとうございます。